終盤の J1 第27節です。今両チームの選手たちが東京国立競技場のピッチに入ってきました。3位の浦和レッズ、そしてわずかに優勝の可能性も残し、レッズに勝って上位との差を詰めたい柏レイソル、両チームの大事な一戦です。東京国立競技場、気温が25度7分、湿度が 77%、 やや蒸し暑さもありますが、時折涼しい風もピッチの上を通り抜けていきます。この試合解説は山本昌邦さん、両チームの情報は杉岡アナウンサー、実況松野でお伝えしてまいります。山本さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。 J1 第27節です。昼間すでに終わったゲームもあります。それを踏まえた上位の順位表からまず確認しておきましょう。首位の広島は今日4対1と快勝、勝ち点を53に伸ばしました。一方で2位の仙台、4位の岩田、5位の鳥栖が敗れたという今日結果になりました。まあ、広島が少し抜け出して、そこから下がさらに混戦。山本さん、そんな状況でしょうか。そうですね、まあ、そういう意味ではこの浦和は、まあ、今日の引き分けはもう負けに等しい、あの優勝ということを考えると ね、そういう姿勢になると思いますね。さらに柏にとっても上との差を詰める大きなチャンスということになります。さあ、ではまずその3位アウェーになりますが、浦和から見ていきましょう。前節はガンバに0対5と大敗しました。しかしこのペトロビッチ監督、やり方は継続するんだ、主導権を握るサッカーは続けるんだという話をしています。まあ、ということは山本さん、まあ、なかなかチームとして今シュートの数が増えない、得点も伸びない、まあ、ご覧のような数字になっていますが、その中でどう得点を取っていくのか、これ今日のポイントになるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ両チームの守備がこう非常に対照的なんで、今日浦和にはかえってスペースがあると思うんで、この原口の持ち味、ドリブルでの突破、カウンターみたいなことが生きると、あのシュートの形が見えてくるのかなという感じがします。では今日のメンバーです。ゴールキーパー加藤、ディフェンスラインにも変更はありません。ボランチの鈴木啓太出場停止で、柏木を一つポジションを下げました。で、梅崎を左から中に入れてシャドウ、左には宇賀神を起用してきました。ワントップが今名前が挙がった原口ということになります。まあ、今週チームの練習の中では、原口に対してくさびのボールを受けた後に前を向いて仕掛けていくんだということがチームでもかなり強調されていました。まあ、本人もそういうプレーをしていきたいというふうに意気込んでいます。まあ、この原口のシュートゴールというのが、勝ち点3にチームを導くそのきっかけになっていきます。さあ、一方のホームの柏です。前節トスとの上位対決で敗れて、まあ、連覇こそかなり厳しくなりましたが、チームとしては3位以内、来シーズンのアジアチャンピオンズリーグ出場権を強く意識して、当面のターゲットを今日の相手浦和レッズに定めています。では今日のメンバーです。少しメンバー入れ替えてきました。ゴールキーパー、足を痛めた菅野に代わって今日は稲田です。2試合出場停止の増島に代わって那須が久々にセンターバックでスタート。2列目、左のジョルジワグネルに変えて水野、トップ下に田中純也、右は今日もレアンドロドミンゲス、そしてワントップ工藤というメンバーです。まあ、この柏では工藤がチームトップの11得点、今日も先制点にこだわっていきたい。さらにこの田中純也も先日久々にゴールもマークしました。ゴールに対する意識を強めています。原口、工藤ともにタイプは違うワントップですが、今日このワントップ同士がどう点を取っていくのか、まあ、相手の守備のやり方を考えると、この持ち味が出る試合と言っていいと思いますね。浦和は引いて守るんで、その狭いエリアの中で工藤の動き出し、これは注目したいと思います。はい、まあ、原口の場合にはどちらかというとドリブルを得意とするタイプ、はい、工藤は比較的そのゴール前のディフェンスラインとの駆け引き、勝負を得意とするタイプですね。はい、ポジション取りが非常にうまいですから、中盤からいいボールが入ってきた時の工藤の得点感覚というものは非常に生きるんじゃないかなと思いますね。はい、共に前節敗れた中で、浦和はやり方は変えない、継続していくんだという道を選びました。一方の柏が、山本さん、はい、ジョルジワグネルを外す、まあ、水野を入れて田中純也を変えて、少しネルシーニョ監督もチームをいじってきました。そうですね、まあ、その水野が左サイドに入るっていうところがまた一つの変化だと思いますし、まあ、そのあたりがどう噛み合ってくるのか、まあ、2列目の田中純也も得点力がありますし、はい、まあ、このあたり立ち上がりコンビネーション注目していきたいと思います。この29番が水野です。5試合ぶりにこのスターティングメンバーに名を連ねました。ホーム柏レイソルのキックオフで今ゲームが始まりました。ボランチの栗沢へ長いボールを狙います。一番前には田中純也、さらに水野が競る。工藤に対しては坪井のディフェンスです。浦和は今シーズンずっとやっている 3-4-2-1 という形、柏の方はディフェンス4人、 4-2-3-1 という形です。
水野がボールを触ります。左サイドバックの橋本シーンのようにあの、はい、浦和はゴールキーパーからも本当ディフェンスラインにつないでパスをたくさんつないでゴールにつなげていくというこのボールの運び方が注目ですよね。原口が裏を狙っていきますが対応するのは那須です。久々にこの那須もセンターバックで今日スタメンです。村上信次さんの笛で今日のゲームは行われていきます。西尾秀明さんと大川直也さん、第4の審判は岡野貴博さんです。ここに阿部、牧野がいました。いやマルシオリシャルデスでしたがオフサイドポジションでした。ペドロビッチ監督にもこの原口自分のプレースタイルを生かすには今の浦和ではこのワントップなんだ、ドリブルを仕掛けていくそういう新しいタイプのワントップを目指していくんだということをかなり監督にも強調されているそうです、はい。まあ、彼が数的不利な状況、相手が人数多いところに仕掛けていって引きつければ周りの選手が空いてくる、そこを2列目3列目が追い越していく、まあ、そういう攻めが理想なんでしょうけどね。栗沢、田中純也がボールを触ります。右サイド藤田、浦和ボールです。立ち上がりは比較的やはり浦和がボールを持ってそれに柏が対応するという入り方、こちらが柏のワントップの工藤です。まあ、チームとしてなかなか先制点が取れていない、その先制点に今日はこだわっていきたいという工藤、その工藤がボールに絡んでいきますが牧野のディフェンスです。ともに前節敗れて迎えた今日のゲームです。まあ、一方のこの浦和の守備はこの辺りは全くプレッシャーにいかないんですね、はい、自陣にまず引いてブロックを作って、まあ、ゴール前の守備は非常に硬いんですけどもね、はい、ですからこういう場合には今画面の一番手前3番宇賀神がいますがサイドの選手も引いてきて5バック気味になります。ここで阿部縦に入れて原口、ここからの勝負が今日の原口のテーマです。しかしここは栗沢の対応、まあ、一方の柏の方は今のように取られたらすぐ近いところからプレスに行くんで、はい、相手にあまりこうボールをつながせないという特徴はありますね。さあ今日起用の水野です。左の橋本へ、キャプテンマークを巻いている大谷、まあ、浦和はこの辺りは余裕を持って持たせてくれるんで、はい、まあ、柏の方は引いた相手をどう崩すかということが一つ今日ポイントになると思います。そうですね、まあ、これまでの試合でなかなかその引いてきた相手に対してうまくボール高いクオリティで回すことができなかった、まあ、その中で今日は水野の動きあるいは田中純也の意外性決定力そういうところにかけたいんだというようなことも言ってましたね、はい。まあ、こうで突破できるとそこで一気に数的優位のような状況になりますので、はい、その水野の突破力、まあ、特に浦和があの中盤が4バックではないですからね、3バックのサイドにスペースがありますから。プレーの再開を遅らせました近藤にイエローカードが出ています。近藤は累積は3枚目ということになります。こういうところも今プレーが始まっていますが浦和は無理に前に蹴らずにこうやってつないでいきます、まあ、このエリアですね、中盤のこのミドルゾーンでボールをしっかりつないで手数をかけていくのが浦和のスタイル、ここからどう縦に入れていくかというところが一つ鍵でしょうね、はい、こういう場合にはボランチの阿部も今下がってビルドアップに参加しています。永田、このボールを持ったのがボランチの一角の阿部です。で柏木はその一つ前、共に先制した時には負けていないという今シーズン先制点が今日は非常に大きな意味を持ちます。牧野が上がっていく、原口オフサイド、ここは浦和の今シーズンの形、ディフェンスラインも攻撃に参加しながらワントップの原口を使うという一つその形が見えました、はい、あのボールを持つとあの誰もがこう積極的に攻撃に絡んでくるのが浦和の特徴だと思いますけどね、まあ、こういう意外性がやはり最後崩すところでは必要になりますけどね。ご覧のように先制した場合には柏は8勝3分け、浦和は8勝6分け、共に先制すれば負けていないというデータがあります、はい、まあ、特におっと、おっと狙っていた梅崎橋本が行きますがシュートは打たせませんでした。橋本、そして稲田が行く、まだあります。原口、ゴールキーパーは今日怪我で欠場の菅野に代わって稲田、隙を狙いませんでした、まあ、はい、梅崎の素晴らしい狙い、そして縦へのスピード突破というのは生きたシーンではありましたけどね、今日はワイドじゃないんで、まあ、そのあたりすごく楽しみなんですけどね、
さあレアンドロ・ドミンゲスがようやくボールを持ちました。手前です。藤田に渡す。栗沢、先ほどイエローカードの近藤から左橋本、水野が動き出しました。中に早く入れて工藤です。工藤シュート。これが工藤の持ち味です。ディフェンスラインとの駆け引き、そして受けてからのすかさずシュート。ボールは裏になりましたが、これで工藤も一つ見せました。はい、まあ、浦和はミドルゾーンではあまりプレッシャーにいかないんで、今のようなシーンは作れるでしょうね。柏は宇賀神から原口、落としたところに梅崎は絡めませんでした。まあ、これでお互いのワントップ原口、工藤それぞれのプレースタイルが一つずつ出た。ここまでの前半6分です。はい、永田が持ち上がってから柏木、右でフリーになっている平川、梅崎が動く、マルシオもいる、原口のシュート、抑えきれませんでした。まあ、決定的と言っていいシーンだったと思います。2列目が追い越して原口がその後フリーになって入ってきて、まあ、完全にフリーですからね。ちょっと今ボランチの大谷も対応していましたが、はい、原口に遅れてしまいました柏です。うん、まあ、原口の持ち味はやっぱりドリブルで自分がボール持って打つときは素晴らしいシュートを打つんですけど、このワンタッチの精度が上がれば間違いなく2桁ゴール取れる選手なんですけどね。今シーズンここまでのゴールは6得点です。まあ、全得点の7割がワンタッチシュートになるんで、そういう数字を上げてこないとやはり得点を争いで上位には入ってこれない、まあ、そういうことだと思います。はい、ただ今は原口を今度はシャドウが追い越していくという裏の狙いが見えました。はい、その梅崎、マルシオ、ここにうまく絡ませると自分たちにとっては悪い形になると、柏はそこを警戒しています。レアンドロ、永田のディフェンスです。まあ、今日はあの梅崎がいるんで、あの柏の、原口の近くにこうプレーしてくると縦に入れ替わるようなシーンがいつか出てくると面白いと思いますけどね。そこを柏としてはセンターバックの2人、そしてボランチの2人がしっかり見なければなりません。橋本、田中純也が受けに行きますが一旦戻します。久々センターバックの那須、攻撃の起点としても今日は活躍したいんだという話をしています。そして近藤、縦に入れて工藤も動く、田中純也も動く、梅崎に対して大谷、さらに柏木、縦に入れて原口、梅崎、マルシュ動く、逆サイド宇賀神が手を挙げている、そこにボールが出る、藤田が寄せる、牧野が上がっていく、宇賀神シュート。いや、素晴らしい攻防、お互いの持ち味が よく出た一連の流れだったと思います。今日はデータ以上に浦和が非常に積極的なんじゃないでしょうか。はい、あの低い位置で取ってしっかり柏もプレッシャーに行ったんですけど、そこを打開してサイドチェンジからこの宇賀神のシュートまで持ってきた。はい、非常に見応えありました。さあ、最初のセットプレーのチャンス、コーナーキックは浦和です。ボールにマルシオが行きました。後ろから阿部、永田、さらにゆっくりと牧野も上がっていきます。ゴール前に原口がいます。柏の守備はゾーン、もう一度梅崎、マルシオ、永田も残っています。梅崎もここからのドリブルが持ち味。人数かけて守った柏、やや奪った位置は低いんですが、ここからの柏はカウンターも、まあ、昨シーズン優勝した去年からの一つの代名詞です。はい、あの高い位置、いい位置で取って早く縦に攻める、これは柏の持ち味ですね。まあ、そこはいい守備から始まるわけですけどね。今は一番前の工藤と田中純也がディフェンスの時には2人並ぶ形です。柏木に行ったのが工藤、また大きくサイドを変える。今日はこのボールが非常に有効。平川、まだある宇賀神、よく戻ったレアンドロ・ドミンゲス、コーナーキックです。まあ、非常に球際の厳しさ、そして大きな展開、縦の速さ、あの素晴らしい立ち上がりだと思います。今は浦和が攻める時間、柏は耐える時間が続いて前半の10分です。こちら側のコーナーは柏木が蹴ります。原口がいます。マルシオ、永田、阿部、牧野、ニアサイドすらして、もう一度コーナーです。田中純也がクリアしました。
ゾーンの一番前に今永田が入ってきたんですけども、はい、ここゴール前に原口です。で離れたところにディフェンスから上がってきたこの選手たち、今度は正面ここも平川が激しくいきます。ファウルはありません。まあ、浦和はこの辺りのつなぎは安定感がありますので、このミドルゾーンでつないだ後の縦、そしてディフェンスラインの背後へどうボールが回せるかというところでしょうね。あ、しかしここがミスパスになると今度は柏のチャンスになる。田中純也、阿部のいいディフェンス。阿部が危機を察知してスッと寄せて田中純也からボールを奪いました。あの今シーズンこの両チームは第2節埼玉スタジアムで対戦して1対0浦和が勝っていますが、その時には阿部がレアンドロ・ドミンゲスをマークするような形になって、まあ、柏の攻撃の芽を摘んで1対0浦和が勝利をしました。この中盤で取れれば柏のリズムが出るんですけどね。永田から縦、ここは原口とは合いませんでした。さあちょっと柏が浦和の攻撃を受ける展開がちょっと続いてますね。そうですね、少しこう落ち着きどころがないというか、まあ、ここも浦和に入る、はい、ポジションを変えたことによって、メンバーが変わってますから、その例えば水野と中盤の選手の距離感であるとか、その辺のバランスはまだちょっとつかみきれてないのかなという印象ですけどね。ここはワンタッチ原口を落としましたが、はい、ここからですね、そして今日起用の水野、前に工藤、その裏の田中純也を使いましたが、永田のディフェンスです。まあ、あの中盤でボールを取り切るところが柏の守備の素晴らしさです。ただ印象ではありますが、これまでのゲームに比べて浦和のゾーンラインのセットが少し高い気もしますが、どうですか。積極的に、まあ、今日気持ちがすごく入っているというところもあって、その球際の厳しさというところは少し目立ちますね。まあ、逆にややその浦和のゲームの入り方にちょっと柏が合わせているようなそんな印象もありますが、工藤、レアンドロ・ドミンゲス、さあ藤田が上がってくる、右サイドバック縦を使う、素晴らしい工藤のシュート、田中純也合わせる、今度は柏が今日起用したこの田中純也と工藤のコンビネーションです。まあ、この意外性のあるレアンドロのパスからそしてシュートまで行くわけですけどね。まあ、この辺りの縦、そしてフィニッシュの思い切りの良さ、まあ、本当に柏はシュートがすごく多いチームなんで、積極的に打ってきますね。ご覧のように今シーズン柏レイソルがリーグで最もシュートが多い368本。まあ、ボールを持つと特にレアンドロ・ドミンゲス、あるいは今日出てませんがジョルジュ・ワグネルあたりはもう長いレンジからでも狙ってきます。はい、レアンドロはペナルティエリアの外から打つシュートはすごく多いですよね。はい、そしてまたあと精度がありますね。ボールの枠の中に飛ぶ確率が非常に高いです。水野が裏に行きます。橋本が上がってくる。水野は自分で勝負、工藤へ。まあ、浦和の良さはそのペナルティエリアゴールの近くになってからの守備は非常に硬いですね。ここもミドルを狙ってきました。はい、こういう積極的に狙ってくるのが柏です。さあコーナーキック。まあ、浦和の失点が29というのはここまで立派な数字なんですけどね。はい、ただ前節ガンバに対して5点取られました。はい、まあ、それがなければダントツに失点の少ないチームだったんですけど。さあ悪い流れの中で柏がセットプレーコーナーキックのチャンスを迎えています。今日蹴るのは水野です。ゴール前レアンドロ・ドミンゲス、近藤、那須がいます。そして橋本も上がっています。那須、近藤、工藤あたりでしょうね。ターゲットはニアサイド、押し込むか、入りましたね。はい、押し込んだ、先制点柏レイソル。工藤ですか。前半のちょうど15分というところ、コーナーキックから柏を押し込みました。最後は工藤だったでしょうか。マンツーマンで浦和ついてたんですけどね、前に入られましたね。この先制点大きいと思います。柏レイソル1点先制、共に先制すれば負けないというデータがある今シーズン、その先制点を取ったのは柏です。これ水野のキックの精度、スピード、
ここで、はい、ここでこの瞬間入ってますね、まあ、公式記録見ないとちょっと得点が誰かっていうのはちょっと定かではないですね、はい、さあ今度は浦和宇賀神藤田の対応ゲームにいい形で入っていたのは浦和でしたがしかし、はい、セットプレーから柏が1点先制浦和はまた点を取りに行きます原口引いて受ける近藤の強さプレーオンですそのまま近藤上がっていく、うん、これはレアンドロ・ドミンゲス宇賀神が戻る藤田へ牧野のディフェンスタッチ割って浦和ボールですあ今レイソルの藤田がスローインになったボールを外に出してしまいましたこれもプレーの再開を遅らせますイエローカードは累積3枚目今日これで柏には2人近藤と藤田にイエローカードが出ていますま相当気持ちが入ってる立ち上がりゲームの入り方になってますんで水野橋本キャプテンマーク大谷那須藤田ここは阿部がレアンドロ・ドミンゲスにマッチアップします裏藤田とは合いませんでしたまあ、ここからただ柏は取りに行きますからね、浦は逆にこの辺りから全く取りに行かない、まあ、その辺りの守備は対照的ですね、ここまた高い位置でボールを取るレアンドロ・ドミンゲスの個人技柏木のファールこうなってくるとゲームは今度はどんどん柏のペースになっていきます、はいまあ、実は柏は非パス成功率相手のパスをですね、はい、一番回させないチームなんですよねはい、はいしかもその取る位置がかなり他のチームと比べても前、はいはい、一番相手がボールをつなげないチームこれが柏ですね、さあレアンドロがまたニアにいいボールを入れてくる触りましたがゴールキックです那須あるいは近藤が入ってきました、はい、この辺りのキックの精度も非常にレアンドロの持ち味ですけどね、この今のシーンです、はい、那須が入ってくる近藤が最後触りました、はい、那須の方が対戦が良かったですけどね、ここはやはりくさびのボールに対して那須と近藤で厳しくいきます柏レイソル松野さん、はい、レイソルのネルシーニョ監督ですがもう失点した瞬間から大谷那須あたりを呼んでかなり細かく守備の面で指示を与えてますね得点した瞬間ですねそうですね、はい、その瞬間に大谷を呼んでその後那須、まあ、ディフェンス中心の選手をかなり呼んで詳しく一人一人マークの確認などさせているようです、はい、そのあたり、まあ、ボランチを中心に確認をしているということですが山本さんその今のこの柏確認、はい、どんなところ気になるところがありますか特にバランスが大きく崩れてるということはないんですけども、全体のそのリスクマネジメントの話だと思いますけどね、はい、さあ梅崎が前を向くドリブルで仕掛けるこの梅崎はちょっと嫌だと思うんですよね宇賀神今日何度も上がっています中原口丸翔が遅れて入ってきた柏木が後ろで欲しがっているその柏木大谷の対応です、はい、ボールはしっかり運べるんですよね浦和の場合はミドルゾーンしっかりボールは運んでいけるんで、はいまあ、あとはアタッキングサード残りの3分の1の崩しの意外性であるとか、精度フィニッシュのところですね、はい、これ先ほどの得点シーンですが公式記録オウンゴールということになりました浦和の選手に当たって、ね、このゴールラインを割ったその後工藤が詰めたということでオウンゴールという判定になっていますまたサイドを変える、はい、このサイドチェンジ悪くないと思うんですけど、ここからアタッキングサードに入っていくそのシュートの形をどう作るかというところが浦和の課題ではあると思います、はい、こういう縦のボールを狙っていますが原口にはまだいい形で今日入っていません、はい、いやこの辺り簡単につながせない柏の守備というのはやはり素晴らしいと思いますねただ今日浦和もこの守備のセットラインが高い
まあ、よくあの全体的に高い位置からプレスに行ってるチームがいいという言い方しますけど、大事なのは相手にボールを運ばせないで、パスをつながせないことなんですね、そのプレスに行く厳しさよりもそっちの方が重要なわけで、そういう意味では柏は素晴らしいチームと言っていいと思います。まあ、確かにその方法論が目立つけれども、結果としてどうなのか、はい、結果として一番パスをつながせてないのは柏なんですよ、はい。まあ、上位でいうとあとは清水と仙台ですけどね、はい。まあ、逆にチームとしてパスをつないでいきたいのは浦和です。さあ改めて今日すでに終わったゲーム、そして今行われているゲームの結果と途中経過です。首位の広島が勝ちました。一方の2位の仙台が敗れました。4位の岩田敗れ、5位の鳥栖も敗れたということで、広島が少し頭一つ抜け出しました。さあ浦和がチャンスを迎えています。はい、右サイドからマルシオ、さらに原口、ゴールキックになりました。まあ、この辺りの崩しの部分の最後のシュートの形での精度、はい、まあ、どうシュートを打つかというところですね。最後ここ詰め切れませんでした。さあそして先ほどあの途中経過画面でお伝えしましたが、今日日中のゲームで大宮が引き分けをしました。ということで今日仮にまあ札幌が敗れたとしても、今日の時点での J2 降格決定ということはありません。J2 はすべて明日のゲームです。原口のところ、これも柏近藤がしっかりと対応しています。パスをつないで橋本が中に入ってくる。栗沢サイドを変えてセンターバックの那須から大谷にマルシオ、リシャルです。マルシオのファールです。はい、まあ浦和にしては前から行ってる方だと思うんですけども、まあ、この辺りの守備の厳しさとこう連動性、こういうところがないんで相手に一番ボールをつながれちゃうチームなんですよね。はい、本当に柏と浦和ではそこのところは対照的ですね。一番相手のパスの成功率が高いのが、まあ、浦和になってしまうんですけどね。はい、まあ、ただゴール前の守備はもう素晴らしいものがあります。そしてこのやり方で今シーズンここまで3位につけているという浦和レッズです。まあ、逆転優勝のためには今日は勝ち点3が必要なレッズ、上位にさらに差を詰めていきたいレイソルというこの両チームです。サイドを変えて藤田、縦に入れる田中純也が待っています。永田の対応、このゴール前の守備は非常に浦和は質が高いですね。藤田仕掛ける、工藤が待っている。ここから簡単に前には蹴らないのが浦和のスタイルですよね。はい、ファールを取りました。右サイドに入っている平川です。まあ、浦和は相手にもつながれるんですけど、自分たちが持った時もしっかりつなげるっていう意味ではね、インプレー時間がすごい増える試合になる傾向がありますね、浦和のゲームは。とにかく自分たちが主導権を握って相手を守備に回らせることが大事なんだというペトロビッチ監督です。腰を痛めてらして、Jリーグからの許可を受けて椅子に座ってテクニカルエリアから指示を出しています。原口に入るが、ここが収まりません。はい、ここは厳しいですね、守備。このミドルゾーンで取れるのは柏のリズムになっていきますね。そして浦和は前節のガンバ戦もあのくさびのボールをことごとく狙われました。はい、町野さん、はい、浦和はポポがもう呼ばれました。そうですね、ベンチの中で16背番号が見えています。ああ、ペトロビッチ監督が早く動きます。はい、まあ、あと2点は必要ですよね。まあ、本当引き分けは浦和にとっては優勝争いという意味ではもう負けに等しいと思いますから、栗沢から縦、工藤、田中純也が走る。ここからつないでいく浦和レッズ。はい、もう本当に自陣からしっかりつないでいくんで、はい、ボールの運び方はもうパーフェクトに近いですけどね。ここの力はあります。栗沢のファールです。ただマルシオは立ち上がってもボールが動いています。ポポにもう細かく指示を送っています。
ここも近藤が原口に激しくいきました、はい、ほとんど原口がこう前向けるシーンはもちろんですけど、収まることすらできないぐらいのその柏の前からの守備パスの限定、はい、素晴らしいと思います。原口を変えてくる形なのか、あるいはポポをトップに置いて原口を一つ下げるような形にするのか、そのあたりもまた見てみましょう。藤田が狙っています。いや素晴らしいですね。ここでしかしノーファールで奪うのがこの浦和阿部、栗澤のファールです。ボールが動いていました。そしてここでもう選手を変えます。変わるのは原口です。あ、原口に変えてポポ。そして今柏はレアンドロ・ドミンゲスが足を痛めています。これ阿部とのマッチアップでした。ちょっとこれ足を踏まれる形になりましたかね。あ、そうですね、今のところでしょうね。あ、そして原口は悔しい交代です。今もうタッチラインに向かって歩いています。まあ、前半のまだ26分というところですからね、はい。まあ、今日一つこのゲームの中でも注目をしていた原口でしたが、この原口を交代させるという結果になりました。ちょっと気持ちを抑えることができません。まあ、これは、まあ、気持ちはよくわかりますけどね、はい。まあ、あの監督はもうベテランですから、それは受け流すと思いますけども、まあ、周りの選手も見てますからね、そういう信用は失わない方がいいと思いますけどね。ここは柏ブロックを作って守りますが、柏木からその変わった、いや、その後ろのマルシオが前に上がっていきました、はい。まあ、こういうディフェンスラインの背後にボールが入ってくると、そのゴール前向きにシュートシーンという形が出てくると思うんで、はい、その浦和の場合はどうシュートの形を作るかというところにこうバリエーションが少ない、はい、ボールを運ぶのは非常にうまいですし、ポジションも高いんですけどね。ポポがワントップに入っています、はい。マルシオと梅崎がシャドウという形で、原口に変えてポポ、その同じポジションでの交代ということになりました。やり方システムはほとんど何も変えないということですね。マゾンさん、レアンドロも今戻りました。はい、これで11対11です。まあ、原口との比較ということでいうと、ここの方がどちらかというとより細かく動き回って遠いところからでもシュートを狙っていくというタイプの選手です。はい。そのポポが触る、右の平川へポポが動き出す。そのポポ裏の梅崎、ここは合いません。宇賀神のプレッシャー、藤田はタッチに逃げました。牧野、牧野仕掛ける、宇賀神ニアに詰めてる選手がいませんでした。コーナーキックです。まあ、リードされた浦和がどうしてもボールを奪いに行かなきゃいけない状況になって、ええ、まあ、普段の守備のやり方とはだいぶ形が違うんですけども、まあ、積極的にボールを奪いに行く、まあ、非常にこうゲームの流れとしては面白い展開になってますね。クロスを上げた宇賀神がちょっと今立ち上がることができませんでした。杉岡さんどうぞ。レアンドロがちょっと足の状態良くなくて、ネルシロ監督があの自ら確かめて今ジョルジー・ワグネルを呼びました。あ、そうですね。さあ、その前にコーナーキックが蹴られます。柏木、遠いところからマルシオ、あるいは牧野、マルシオ・リシャルです。ジョルジ・ワグネルがもう準備をしています。変わりそうですね。これはレアンドロがいないと、柏の縦への速い攻めっていうところでいうと、まあ、かなりの戦力ダウンと言っていいと思いますけどね。そうですね。今ですからレアンドロはもう無理をせず、画面には映っていませんが、センターサークルのあたりでもフルスプリントすることができません。今映ってきました。今もう少し足を痛そうにしています。画面の一番手前の10番です。ここで変わります。
浦和の方は戦術的な交代でしたが、柏はこれアクシデントで1枚前半でカードを使ってしまう、はい、それもしかもレアンドロゴミです。はい、レアンドロはリーグで一番シュートを打ってる選手だったんですね、その選手を欠くというのは、まあ、得点力にも大きく影響が出そうですね。柏の今シーズンのこの後に向けて悪い影響が残らなければいいと思います、はい。柏の場合は昨年優勝して今年 ACL 戦って、まあ、その厳しさ辛さということを選手も知ったと思うんですよね、だからこそ来年もチャレンジしたいという気持ちはあると思うんで、はい、何としても3位以内というところは目標にあると思います、まあ、今日上位陣広島以外が昼のゲームでは敗れたということを考えると、柏も今日勝ち点3を取ると、はい、また一気に上との差を詰めることができます。そうですね、特に3位争いというところでいうと、この浦和が今3位にいるわけですからね、はい、最大のライバルになります。牧野がドリブルで持ち上がる、あ、イエローカードは牧野ですね。牧野に出ました、はい、牧野累積3枚目、はい、非常に気持ちの入った激しいゲーム、まあ、ファールにはなってますけれども、もう気持ちは伝わってくるプレーが多いです。はい、前節0対5で敗れて、まあ、チームのやり方は変えない、しかしメンタルの部分でまたチームをさらに鼓舞してほしいんだというふうにペトロビッチ監督に言われました。木曜日の練習の終わった後には30分ほども監督と2人で長く話し込んでいる、そんな姿が練習場でありました、まあ、終わった結果はもう変えられませんからね、その未来に向けてどう生かしていくのか、まあ、そういう切り替えは必要だと思いますし、そういうマネージメントがスタッフには求められるわけですけどね。はい、まあ、常々自分がミシャさん、あのペトロビッチ監督のサッカーをよく分かっているので、それを自分はとにかくチームのみんなに伝えていくんだと、何かあの牧野は非常に使命感に燃えた言葉をいつも話しています、まあ、常にこうポジティブな姿勢というのはね、素晴らしいと思います。さあ、左からジョルジ・ワグネル、ディフェンスに当たってコーナーキックです。ジョルジ・ワグネルが左、田中純也がトップ下、水野が右に変わっています。ジョルジ・ワグネルが蹴ります。ポジション取りのあたりもかなり激しくなってきました、はい、まあ、先ほどこのコーナーキックからやられてますから、きちっとマークさらに厳しくついてますけど、橋本、那須がいます、6番、近藤3番、そして工藤19番、ゴール前に今度は田中純也という形です。まあ、マンツーマンなんでこういうふうに固まると相手同士がぶつかる可能性があるんで、まあ、そういうことを考えているわけですけどね、駆け引きですね。そして蹴るのはジョルジ・ワグネル、ニアサイド、あ、ウガジンがうまくマイボールにしました。そのままカウンターに行くポポ、平川が走る、受ける、いいディフェンスは大谷、あ、そしてこの今2人がぶつかって一旦プレーを切ります。玉際の厳しさ、いや、うん、頭とは、まあ、顔でしょうけどね、はい、まあ、そのくらいこう気持ちが入っているという感じはしますが、一旦梅崎から丸は今出ましたが、ただ頭を打っているのでここはちょっと時間を置かなければなりません。3位のレッツ、そして7位、まあ、上位を狙おうという柏、ほとんどの選手が給水に行きましたので、まあ、少し涼しくなったとはいえ、まあ、今日の湿度というところも結構体には厳しさがあるのかなという印象ですけどね。はい、まあ、自分たちが積み重ねてきたもの、これを残り8試合で出して一気に優勝まで行きたいんだというこの浦和レッズ。優勝争いというのはあの勝ち点、まあ、この形になってからでいうとこの5年間、はい、勝ち点が68なんですよね、そういう意味では68を目標にしていくと浦和はもう一つも落とせないという状況です。はい、すでに今日は原口に変えてポポというカードを1枚使っています。サイドの選手でいうと野田あたりがいます。
ただ平川戻りました。35分経過です。その平川とジョルジュワグネルの競り合い、永田と田中純也もう一度ぶつかる。足元ジョルジュワグネル左利き、ちょっと流れました。まあ柏としてもこのジョルジュワグネルというカードはもっと試合終盤ゲームを決めるようなそんなところまで取っておきたかったという思いもあるんじゃないでしょうか、はい、そうでしょうね。この特にレアンドロを欠くという方がかなりダメージあると思いますけど ね、ナスと梅崎激しい。ポポからマルシオ・リシャルです、はい、ポポはこうやってもう本当によく動き回ります。ここで一度落ち着けて、はい、まあ、このハーフラインを挟んだあたりでボールがよく動くのが浦和の特徴ですね、そこから縦、そしてディフェンスラインの背後へどうつなげるか。さあ梅崎が受けた、左を見た後にポポに出す。藤田よく戻りました、はい、まあ、ここまで浦和はボール持つ時間はきっちりつないでボールは運べるんですけども、はい、シュートの形はさほど作れてない、まあ、こういう印象ですね。一方の柏の方も手元の集計ですと前半15分以降シュートがない、シュートまでなかなかいけない展開ですが、ここで田中純也久々に打ってきました。お互いに前半ここまでシュートがあまりない展開です、はい、それだけやはり中盤のプレッシャーの厳しさ、球際の特に厳しさというところが非常に勝ってますね、はい、まあ、今日はこのゲームその一人一人のこう投手というか戦う姿勢というのは本当伝わってきますよ。またここからつないで作っていきます浦和レッズ。柏木をしっかりマークしているのが田中純也。そこの中央に入ってくるボールに対する厳しさ、柏は素晴らしいと思いますね、はい、まあ、トップ下に今日入っている田中純也今センターサークルで柏木を見てますが、はい、練習の中でも攻撃よりもむしろああいうボランチをしっかり見るんだという指示をかなり受けていました。あ、これがいいボールになった。平川、マルシオがいる、梅崎がいる、ポポがいる、マルシオの前、マルシオ、さらに梅崎、同点ゴール浦和。前半39分梅崎、いや素晴らしいゴール、あのサイドチェンジ効きましたね。やっぱりさらにサイドチェンジからのクロスに対しても後ろから何人も選手が詰めていました。一旦マルショーのシュート弾かれたところ梅崎が詰めて同点ゴール。何か気持ちで取ったゴール、そんなようにも見えました、はい、そうですね、ここをうまく入れ替わってこの後ですけどね、梅崎の反応素晴らしかったと思いますね、よく詰めた、はい、梅崎今シーズン4点目、まあ、得点というのはこういう形のワンタッチですよね。あのドリブルで何人も抜いて入るというシーンが、まあ、たまにはあるんですけど、あの数からするとすごい少ないんですよね、はい、今のようにワンタッチでこぼれ球を詰める、まあ、こういうゴールが一番多くなるわけですね。さらに浦和が前に行きます。マルシオ・リシャルです。近藤が出て行ってのディフェンスは柏ボールです、まあ、ここは梅崎が今日一つ中に入って、はい、トップ下のポジションにいたということがこのゴールにつながったんじゃないでしょうか、まあ、シーズン途中にもあの平川が怪我をして梅崎がトップ下でという試合が何試合かありましたが、実はその頃も非常に浦和は内容良かったんですよね、はい、梅崎の良さはやはり今のように仕掛ける、そしてこうシュートを持っていける、はい、このパンチ力もありますし、まあ、こういう良さだと思うんですよね、360度うまく動かせた方が梅崎の良さが生きるのかなという感じはしますけどね。梅崎はこれが今シーズン4点目、まあ、本人にとっても今日のゲーム自分にこのポジションでチャンスが回ってきたというような強い気持ちは感じますけどね、さあ逆に追いつかれた柏です。レアンドロ・ドミンゲスを怪我で変えるという厳しい前半です。
この辺は積極的にボールを奪いに行くような守備しないのが浦和のリズムなんですけどね。縦田中純也うまく受けた工藤へ、工藤、牧野がつく、牧野のディフェンス、ゴールキックです。いや素晴らしい1対1の攻防、見応えがありました、はい、お互いがプライドかけた戦いという感じの1対1でしたね。ここ打ったら面白かったと思うんですけど、打たせなかった牧野の体の寄せ、厳しさ、そしてここの対応、まあ、今日の一戦の重みというものをこう表現してくれているようなプレーだと思いますね。またジョルジから今度は田中純也、柏はもうこれを繰り返すことです、はい、この辺りから積極的に行きますからね。ただ浦和はここを打開してボールを運べるのが浦和の強さでもあるんで、はい、お互いのここは持ち味が出るところなんで非常にこう興味ありますね。前半残り5分を切っています。前半15分柏コーナーキックからオウンゴールで先制、前半39分梅崎のシュートで浦和が同点という前半です。高い位置でボールを、いやここも牧野がよく戻る、あそこでボールを奪って攻めに出れれば柏のリズム、あそこを打開するボール回しの特徴が浦和の強みですね。はい、逆にそこで主導権を取っていきたいというのが浦和の狙いです。阿部落ち着かせます。永田、この永田の持ち上がりもこのところの一つのアクセントです。そして柏木右足で出してマルチオリシャルです。また右フリーですが狙った、マルチオリシャルですが狙ってきました。引いた相手を崩すにはまあこの辺りからこうシュートを打てるという、まあ、怖さを見せるということは重要だと思うんですけどね。工藤ここまで今日シュートは2本です。さあ柏木はフリーでボールを持ってサイドへ、平川、今日はこのサイドからの攻撃も非常に多くなっています。阿部、また永田がドリブルで出すところを探します。ポポが受ける、ここを潰した近藤でしたがファール。また平川へ、柏木フリー、得意の足の方向に持ち出しました。もう一度平川倒れた、プレーオン、ポポ、ポポはここからでも狙ってくる、まだ倒れていますがマルシオ、柏がようやく逃れました。まだ倒れていて、ここで村上さんがゲームを止めました。また平川です。今日は先ほどは大谷、またこれも大谷とのマッチアップだったんですね。今の足首を踏まれたところだと思いますけどね、まあ、踏まれて少しひねったような、内側を多分ひねってると思うんですけども、左足ですね。まもなく前半のロスタイムです。まあ、負傷したシーン、あるいは怪我で止まったシーンがありましたので、少し前半ロスタイムがありそうです。梅崎、そこを水野が狙っていました。柏木、田中純也も戻ってのディフェンス、裏ボールです。柏木のを自由にさせるなというのが、まあ、トップ下の守備の仕事として、はい、はい、かなり田中純也が意識してますね。ゴールキックです。ロスタイム今場内に出ました。3分です。追加タイムは3分です。まあ、こういう仕事をした上で田中純也がその決定的なシュートのシーンを作っていくとね、はい、原口も少しは気持ちが落ち着いたでしょうか、はい、まあ、周りの選手からかなり声かけられてましたんで、はい、まあ、精神的にはもう落ち着いてると思いますけどね、はい、
今日は原口は前半の27分にポポと交代という、まあ、苦いゲームになりました。まあ、まだ若いですからこういう悔しさであったり、はい、まあ、失敗のプレーであったり、まあ、そういうものを次につなげていくことが大事ですね。はい、あ、また今ピッチの上で今度は柏木がお腹を押さえて倒れています。あ、肩ですか。非常に球際局面局面が激しくなっているこのゲームです。これはその後の梅崎が倒れたシーンです。まあ、当然柏木がボールを持つと浦和のリズムが出てくるんで、はい、まあ、そこはチームとして厳しくいくというところは柏としては、まあ、徹底されている印象はありますけれどもね、はい、そこを工藤であったり田中純也であったり、まあ、水野このあたりは厳しく見てますね。はい、梅崎今日同点ゴール、お、気持ちが出ています。牧野、柏は全員今自陣に戻っています。阿部から牧野、ここから先のエリアをどう崩すかですね浦和は。あ、また柏のファール、藤田のファールを取りました。うーん、1枚もらってますからね、ここは注意を与えます。まあ、このあたりは、はい、駆け引き始まっていると思いますね。さあ、ロスタイムの3分が近づいてきて浦和にとっては前半最後のチャンスです。柏はここはしのぎたい場面です。このフリーキック大事ですね。これは コーナーキックになりました。手元の時計では48分まではあと10秒ほど。非常に激しいゲームです前半。まだ蹴る時間がありそうです。ここで前半終了の笛。前半、まあ、お互いの球際 の, あの強さ、気持ちを前面に出す激しさがある前半でした。1対1の同点、ハーフタイムに入っています。田中純也に比べればより沢の方が流動的に動いて運動量があるタイプの選手です。そうですね。そしてその栗沢、そして大谷、こういうところとうまくこう距離感を保てる選手だと思いますけどね。今プレッシャーに行ったのが沢です。はい、ここの今柏木へのパスコースをすごく意識してますね。はい、このあたりがネルシーニョ監督からの指示の部分だと思います。はい、そして今その柏木についていったのがセンターサークル沢ですから、田中純也と同じポジション、はい、同じ役割と、そういうことですね、いう形になりそうですね。レッツの方は前半、まあ、ポポが入って以降そこからの選手の交代はありません。まあ、選手としては役割は当然果たさなきゃいけないんですけども、その中で自分がどう輝けるかということも一方で考えていないといけないですね。役割を果たすだけではやはり評価は低いです。柏は右サイドバックの藤田が持っていきます。藤田、ボールを持っている那須、そして近藤、橋本という4バックです。ボランチに大谷と栗沢、で中盤2列目は右水野、トップ下沢、左ジョルジワグネル、ワントップ工藤という形になっています。レアンドロ・ドミンゲスが前半で足を痛めて負傷退場、さらに後半の頭から田中純也に変えて沢と、もうすでに2枚の交代カードを使っている柏レイソルです。水野が入れます。沢、対応したのは宇賀神です。そのボールもう一度栗沢、高い位置でボールを奪う、その守備のスタートポジションという話をネルシーニョ監督がしていましたが、もうこの位置が最終ラインです。プレッシャーに行く浦和、平川、沢に牧野、
険なプレーです。足を高く上げてしまいました。柏の選手のファウルを取っています。この沢を後半頭から起用しています。浦和レッズの方は前半の終了時点から選手の交代はありません。ゴールキーパー加藤、ディフェンス坪井、永田、さらに牧野、ボランチの位置に阿部と柏木、右平川、左宇賀神、シャドウの位置にマルシオと同点ゴールの梅崎、ワントップに原口に代わって入ったポポという11人です。まあ、このポポの運動量というのも前半その同点ゴールの一つの呼び水になりました。はい、まあ、ポポが入ったことによってそのまあアクションボール欲しいんで積極的に動きますからね、はい、それによってディフェンスが引っ張られたところにマルショであるとか梅崎がうまく入ってくる、はい、こういうところだと思います。その梅崎今は開いて平川が中に入っていきました。坪井にプレッシャーに行くジョルジュ・ワグネル、はい、この辺りの厳しさが柏の持ち味ですけどね、はい、この辺りを、うん、まあ、一つ確認してきたという柏のハーフタイムのロッカーです。永田無理にボールは前には入れません。つなぐ浦和、阿部、次の縦に入ってくるボールは柏は厳しくいってますよね。宇賀神から牧野、対応する藤田、宇賀神、阿部、もう一度宇賀神、バイタルエリアにボールを入れてポポから縦入れてマルシオリシャルです。まだあるオフサイドはない。牧野、宇賀神から、ここは柏の高さ強さ、あしかしマイボールにしたポポ、平川、梅崎、パスが回る、柏木が入ってきた、合えばチャンスでした、はい、まあ、そこに柏木、そして、まあ、今日でいうと阿部あたりが出てくると非常に厚みが出てきますよね。そして逆に今柏のテクニカルエリアではネルシーニョ監督がもっと押し上げるんだ、前に行くんだという今ジェスチャーをしていました。今もパスをつながれるシーンが柏はありますが、やはりまだ普段に比べると少しディフェンスの位置が低いところはあるんでしょうか。そうですね、まあ、最初このつながれているこの段階でもう少しこうボールに対して少しずつこう規制ができれば連動してくると思うんですけども、はい、こういうところですね、はい、こういう意識は見事だと思うんですよ、はい、なるほど。ただ逆に今日は浦和もこのように積極的です、はい、まあ、ボールを動かす回せるのが浦和の持ち味でそれをさせないのが柏というところで非常にこう見応えはそこはあるんですけどね、はい、スローインは浦和ボールです。牧野はコーナーキックじゃないかと、本当に前半から気持ちを出していますこの牧野。いや、牧野イエローカード1枚もらってますからね。まあ、ギリギリの駆け引きはする必要あると思いますけれども、またポポがマイボールにしました。このつなぎが浦和としてはもったいないミスになってしまいました。松野さん、はい、レイソル の中盤の大谷なんですが、レッズの梅崎にほぼマンマークのような形でもう最終ラインに入ってもずっとくっついてますね、今もちょうど手前のタッチ、ハーフウェイの手前、画面の今真ん中ですね、はい、まあ、役割チームでの役割を、まあ、徹底させたっていうのがハーフタイムのレイソルのロッカールームだったんじゃないでしょうかね、時折ネルシーニョ監督はこうやって相手のキープレイヤーにマンマークをつけることをする監督ではありますが、ポポ、マルシオリシャルです。梅崎に大谷、はい、ここは素晴らしいですよね、これが今はこうそうする形、はい、そして縦沢いい形で入った、右水野、はい、水野はもっと中で良かったと思いますけどね。藤田も上がってくるが水野が打った、こぼれている、
橋本左利きですが右足のシュート。ただ今はいい形で奪ってから澤がうまく受けてという、はい、まあ、シーンでした。アタッキングサードに入ったところでのシュートまで行ってるというのが柏で、なかなかシュートまで行けないというのが浦和なんですよね、はい、こうやってボール持つ時間は長いんですけどね、はい、浦和は。さあただ柏木がまた受ける、梅崎が開いていくところ大谷がケアする、はい、そこに寄っていく7番と7番のマッチアップ、ここからどうシュートの形を作るかですね。おっとコーナーキックです。まあ、今のあこれ先ほどのですね、はい、先ほどの水野のシュートシーンでした。コーナーキックは浦和です。マルシオ・リシャルですが蹴ります。ゴール前にポポ、そして遠いところにご覧のように永田、牧野、阿部、柏木も上がっています。梅崎のシュート、まあ、単純なクロスから来ましたけど、まあ、あのゾーンで守ってるんで、はい、うまくこうサインプレーも使いやすいと思うんですけどね。最後はこの梅崎のシュート、今日前半の39分に同点ゴールをマークして、でネルシーニョ監督、柏がこの梅崎に大谷をつけるという後輩になりました、はい、まあ、それだけ柏の方は梅崎嫌がってるということだと思うんですけどね、逆にただ山本さん、ボランチの大谷を梅崎につけることによってバイタルを開けませんか。まあ、そこは栗澤がバランスを見るというところと、あのフォワードワントップなんでセンターバックがそこのところをどういうふうに役割分担するかというところだと思いますけどね、まあ、ナスと近藤ですね、はい、そして栗澤、まあ、この辺りだと思います、はい、そこ多少崩して、おっと足元がいい形で抜け出して、これは得意の形、あっと合いましたが枠を捉えられなかった、橋本から工藤でした、はい、ちょっと後ろに来たんで難しいシュートになりましたけど、ペナルティエリアの中を完璧にこの突破でペナルティの中まで入り込んでますんで、後ろのヒール気味に入れたかったと思うんですけどね、まあ、ディフェンスもよくついてたと思います、ここはあの浦和の素晴らしい守備力なんですよ、はい、あそこで簡単に打たせないのが、まあ、浦和の素晴らしさなんですけどね、そしてこの工藤の一つの持ち味、はい、シュートの形というのはやはりここまで柏の方が多いですね。このボールが浦和ボールです。チャンスになります、はい、永田が持ち上がる、ポポが逃げていく動き、栗澤の対応、ファールはありません。もう一度浦和激しくいく、2人3人倒れてますけどね、今1人倒れています水野です。水野ですね。さらにその後大谷とマルシオ・リシャルデスの激しいぶつかり合いがありました。この水野も5試合ぶりのスターティングメンバー、いや、まあ、相手の足の裏が足の甲に当たったんでちょっと足首持っていかれてなければいいですけどね、水野。久々の今日は先発、今チームとして決して流れは良くはないが自分が先発としてまたいい流れを作りたいんだという話をして今日に臨んだ水野です。そのタックルをするこうエリアがあるんですけども、その柏は非常にこう相手のエンドであるとかミドルゾーンで非常にこう球際厳しくいってタックルに行くようなシーンが多いんですけどね、はい、あの裏はほとんどなかったんですけども、今日は非常に多いところを見るとやはりこの一戦の重みっていうのは感じますね、柏のベンチでいうとあとは中盤ボランチのバラダ、そしてフォワードのネットバイヤーノ、この辺りがあとはメンバーとして残っています、はい、まあ、あと1枚をどう効果的に使うかということになってしまいましたよね、まあ、水野は立ち上がっています。レアンドロをこの状況で変えているというのは、まあ、想定外だと思うんですよね、今は柏の応援団から大きな声が響いています、歌が響いています。
ここで縦に入れる。これも工藤を狙ったボールでした。柏木、ここは今フリーでボールを持たせました。今は栗澤が梅崎を見て、そして大谷がぴったりとマルシオ・リシャルデスに見ると、まあ、ボランチがシャドウをしっかりマークにつくという柏の守備です。逆にここからカウンター、ジョルジワグネル、橋本、もう一度ジョルジワグネル、いいところに入った澤、水野、宇賀神がしっかり絞っていました。浦和です。ここが激しい。ジョルジュ・ワグネル、栗澤から藤田、前には澤もいます、工藤もいます。このパスが少し流れた。ポポに収まる。大谷がここは感じていました。この辺りのやはり挟み込むような守備と、その全体にこう人数かけて絞り込んでくる、はいはい、この辺りの連携は柏の素晴らしさですね。ですね。この時間は柏がボールを回して、浦和はしっかりとセットバックしてという時間です。これが本来の構図だと思いますけどね。浦和はここから低い位置でボールを取ってつないでいくというのが、はい、今までのリズムですね。でここで浦和が取ります、はい、取ると一度下げて、はい、しっかりと自陣でつなぎながら、全体のまず周りの選手がバランスを整えてボールを回せるだけのポジション取りをまず作り直すというところですね、はい、ボランチの1枚もこうしてビルドアップに加わります、はい、ただここの柏の守備が厳しいんで、なかなかパスの成功率が上がってこない。この攻防が非常に見応えがあります、で逆に速い攻撃は柏の持ち味で、それを今日こうやって浦和は許しません。急ぐ手もあるんですけど、ここで急がないのがまあ浦和なんですよね、はい、マルシオ・リシャルデスのファールです。これには今度は右半分、浦和のサポーターからは大ブーイング、くっきりと赤と黄色に分かれています。うん、まあ、徐々にゲームが後半 もう落ち着く時間に差し掛かってきましたので、はい、まあ、ここからはあの小さなほころびがあの勝敗を分けると思いますし、まあ、あとは浦和の方は2枚カードを使えるというところがありますので、はい、この辺り少し変化つけたいですね。あ、ここはファールはありませんでした。マルシオは倒れていますが、プレー続行です。ここは切りません。大谷が前にいる、うん、大谷のシュート、ここは浦和サポーターからはブーイングですが、しかし、まあ、主審の村上さんがゲームを止めなければ、はい、柏も止める必要はありません。まあ、レフリーもすぐ近くにいたんで、はい、非常に局面局面、こうやって選手が、まあ、痛めて倒れるというシーンが今日は非常に多くなっている、はい、まあ、それだけこのゲームにかける思いが強いという、ね、いうその表れでもあると思います。まあ、それぞれの現実的な目標に向かって、まあ、両チーム勝ち点3必要な状況ですからね。一旦キーパーまで戻します。加藤、相手のこのエンド、もしくはこのミドルゾーンでしっかりとこう全体的に連動してプレスかけ始めるのが柏の特徴ではありますけどね。逆に隙を探してまず後ろで回す浦和、はい、まあ、この辺りの成熟度、こう
常にこう追い続けるというわけじゃなくて、ある程度的を絞ってそこから一気に連動する。牧野が来た、仕掛ける、牧野一気にフィニッシュまで持っていきました、はい、牧野、まあ、牧野らしい、まあ、この力でもここのドリブルはすごく意外性があったと思いますけど、はい、ここからシュートまで持ってきましたからね、見事ですね。まあディフェンダーとは思えないテクニックですけどね、まあ、これが浦和の持ち味ではありますよね、はい、気持ちの部分でチームに働きかけていきたい、ピッチで全てを出したいというこの牧野です。逆にいい形は柏、沢からジョルジュ・ワグネル、橋本が上がっていく、ジョルジュはここから狙ってきた、まあ、今ジョルジュ・ワグネルの特徴ですけど、ペナルティの外から打つ、そしてこれもまあ枠の中に行く、そしてこの工藤の反応を見てもらいたいんですけども、これですね、はい、もう打った瞬間にセカンドボールを狙っている、こういうところが、まあ、点取り屋としては大事な能力なんですけどね。今アップの画面のサイズで出てきたのは黄色いユニフォームの工藤だけでしたもんね、はいはい、まあ、あれ弾けば1点だったと思いますね、隙を狙う両チーム、隙を作らない両チーム、まもなく後半の20分です。ここから残りの時間はさらに厳しくて激しいプレーになると思いますね、まあ、そのボールを扱う技術的な話だけではなくて、はい、そのメンタルの戦いであるとか、その駆け引きですね、イエローカードもらってる選手もいますし、まあ、そういう仕掛け戦いというところがどう出てくるのか、本当のこの自力の差が出る時間に差し掛かってきたと思います。ここまで今日レイソルは近藤と藤田がイエローカードを受けています。レッズは牧野がイエローカードを受けています。まあ、全てディフェンスの選手、素晴らしい守備です。藤沢の読み、そして工藤、はい、工藤このままシュートに持っていくか、工藤守った裏はまだある、沢戻った柏木、いやパス一本でシュートまで持ってきましたから、これは柏の素晴らしい守備からの素早い攻撃、見事です。そしてそのパスを呼び込んだ工藤の動き、はい、さあ水野のロングスロー、栗澤のファウルです、まあ、このあたり徹底してますね、カウンターは気をつけたいんで、こういうファウルしても止めるという、まあ、このインターセプトからですけども、はい、この栗澤のワンパスからフィニッシュまで行くわけですけど、まあ、サッカーで一番大事なのはどうシュートを打つかですね、はい、そしてそのどうシュートの形を作るかです。ボールの運び方はその次です。ボールの運び方がどんなに良くてもシュートを打てないんだったらあまり意味がないですね。さあ今度は永田が持ち上がっていく、マルシオから、ここにマルシオ、はい、これ人数の中いますよ。ああちょっと平川と今息が合わなかった。沢、うん、沢いいとこ入ってきますね。工藤は逃げる動き、橋本が行く後ろで2人が手を挙げて欲しがる、股を抜いた、ゴールキックです。いや意外性のある突破を見せましたけども、あと平川ですかね、よくついてきましたね。ここタックル入ってまた橋本に当たったんですね、はい、橋本に当たってゴールライン割りました。それその前のシーンです。浦和はこのアタック、これ守ってからだったんですね、はい、橋本が一気にこの70メートル80メートル上がっていったところですから、そこの何ができるかということが問われますよね、はいはい、まあ、今のようなプレー、そのあそこで待っててプレーするなら誰でもできるかもしれませんけども、はい、その取った後80メートル走っていってあのプレーができるというところに価値があるんじゃないでしょうか、まあ、どちらかというとドイツに移籍した右サイドバックの酒井宏樹が注目されていたレイソルでしたが、まあ、しかしこの橋本も
左サイドで定位置を取って、去年は優勝したゲームであのゴールも決めました、はい、ここから柏木、うまい、よく守ったゴールキーパー稲田、いや素晴らしいシュートの形になりましたけどね、ここでポポのキックフェイント、シュートフェイントですね、これ効きましたね、はい、トラップした分だけ稲田がいいポジションに構えられることができたというようなシーンですけどね、完璧なシュートの形ですよ。さあコーナーキックです、柏はゾーンで守ります、ニアサイド、ジョルジュ・ワグネルのヘディング、あーっと、ただこれもね、水野がしっかりついていってるんで、坪井のミスのように見えますけども、柏の選手がそこをしっかりとこうアプローチしているというところは評価したいところなんですけどね、はいはい、チーム全体にそこに隙がない、また柏木、阿部、梅崎に今度は那須のファール、このトップ下梅崎が今日非常に効いている浦和レッズ、まあ、そこは本当にハーフタイムのロッカールームで徹底されたんでしょう、今の那須のアプローチ、はいはい、センターバックですからね、はい、簡単に振り向かすなと、前向かせるんじゃないというところは徹底できてますね、そしてポポからマルシオ・リチャルです、坪井狙っているジョルジュ・ワグネル、永田から縦、これがつながる、ポポへ、いやポポも久々のチャンスで非常に気持ちを感じます、はい、ここも激しい、いや裏は吹かない、はい、素晴らしいこの中盤での、これだけこの中盤でタックルが多い浦和っていうのはもうなんか今シーズン初めてというか、はい、そういう感じがします、藤田、水野、大谷が上がっていました、まあ、当然浦和の選手はこの同点のままじゃダメだということの意識はあると思うんですね、そのためにはボールを奪わなければいけない、ただここからの時間ですよね、そして勝ち点3が欲しいのは柏も同じです、はい、まあ、昨シーズン優勝して、その ACL とリーグ その両方をこうチャンピオンを目指すことの厳しさっていうのをすごく感じたと思うんですよね、はい、まあ、それは逆にやりがいもあったと思うんで、そこにもう一度チャレンジしたい気持ちは選手強いと思いますよ、そのためにはこの浦和に負けることは、まあ、絶対に許されない状況はありますね、永田、今日は首位の広島は勝ちましたが2位仙台敗れました、4位岩田も5位鳥栖も敗れました、逆転優勝を狙う浦和にとっても上位との差をまださらに詰めたい柏にとっても、はい、重い重いゲームです、まあ、今シーズンの目標に向けてそれがまあ諦めざるを得ない状況になるというのが今日の勝ち点1だと思いますので、間違いなくこのゲーム終盤は動いてくると思います、距離はありますがフリーキックのチャンス、ポポは直線的な力のあるボールを蹴ることができます、これはセカンドボール狙えという感じの指示なんで、はい、直接狙ってくると思いますね、ポポのシュート栗沢に当たりました、はい、まあ、このところは控えが続いていたポポですが、はい、まあ、あのレッツの練習見に行ってもいわゆる紅白戦控え組の B チーム、はい、であのポポがフォワードの位置に入って
逆にポポがシュートを決めてあのチームを鼓舞するようなそんなシーンが本当に目立ったんですよね。まあ、あの力のあるチームではよくあの B チームの方が勝つというのはよくあるケースなんですけどね、まあ、彼らはアピールして次の試合へのスタメンのチャンスを伺うということになるので、まあ、若干スタメンの選手たちはそのあまり怪我したりその体力的に次のゲームに向けて準備をしたりとか、まあ、そういうことが出ますからね、はい。中盤でこれだけ駆け引きが多くて、アクションのあるゲームというのも、はい、お互いのまあ持ち味が出て非常に楽しいゲームですけどね。牧野も上がって阿部に渡す、はい、ここまでのパスのつなぎの安定感は、はい、まあ、裏はありますから、ここから先ですね。サイドを変える、ここでマルシオが落とす、宇賀神が中に、あ、失礼、梅崎でした。このボールを牧野、これはいいですよ。ここに宇賀神、はい、柏木前開きました、シュートだ。まあ、浦和の中ではこの柏木が一番ペナルティエリアの中外からのシュートが一番多い選手なんですけどね、はい、これが枠に行くようになるとそのディフェンスライン引っ張り出すことができると思いますけど、まあ、若干その枠に確率が少ないのがまあ柏木なんですけどね。浦和が今日もし追加点を取って勝ち点3を取ると、まあ、これ2位の仙台と勝ち点では並ぶという計算になります。はい、逆に言えば今広島と勝ち点の差が8ありますので、まあ、今日の行き分けでさらに開くというようなことになると、まあ、優勝ラインというのは68ぐらいになると思うんで、その優勝ラインには全く届かない、自力で無理ということになってしまいますよね。この後上位の仙台あるいは広島とのゲームを控えている浦和レッズ。松本さん、はい、レイソルはバラダです。あ、もう3人目バラダの交代準備、まあ、ボランチで出ることが多いバラダですが、ただ大谷、藤沢に比べればより後ろから攻撃を作っていける選手、マルシオ・リシャルです。そこについていた藤沢、縦にいいボールが入った、梅崎ついている、大谷、松野さん、変わるのは水野です。水野ですか、水野に代わってバラダ、そのまま、まあ、バラダを前に入れるんでしょうね。まあ、もちろん攻撃的なポジションもできる選手です。はい、坪井が持っていく、持っていく、まだある、ポポ、マルシオ・リシャルです。宇賀神、宇賀神仕掛けた、まだあります、牧野行く、跳ね返した柏レイソル。まあ、そのペナルティエリアの近くまで行ってボールはつなぐんですけど、シュートの形にならないというところがね、まあ、今シーズンの浦和の特徴になってしまっているんですけども、はい、あるいはバラダをトップ下あたりに入れてボランチに激しく行かせますかね。まあ、そういう、そうですね、まあ、守備から攻撃の連動ということを考えるとそういう考え方もできますけどね。はい、まあ、いずれにしても少しこう回されるときついんですよね。浦和はボールのつなぎがうまいんで、はい、どっかでボールを取りに行くような守備を高い位置から仕掛けたいというところはあると思いますね。いやー、すごい、ここ、これも浦和、はい、まあ、個々の能力見ると今の切り替えとかフィジカルの強さというところは、まあ、一人一人すごいものありますね。ただ柏もここ簡単にはほころびを作りません。簡単に前向かせない、特に梅崎のところはもう相当厳しくいってますよね。まあ、ネルシーニョ監督から相当厳しい要求が出てると思うんですけども、まあ、このあたり徹底できるところは、まあ、柏の素晴らしさでもありますね。ただあのボールがあまり外に出ませんし、ファウルで止まったり、はい、アウトオブプレーが今日はあまりないゲーム、非常に見応えがあります。その中で厳しさがあるという、はい、素晴らしいゲームだと思います。客観的に見れる人にとっては、はい、
まあ、やってる選手とサポーターにとってはまた受け取り方が全く違うんでしょうけどね、はい、さあここで柏です。そろそろ勝負を意識する時間なんで、どっかで多少リスクを負ってもトライするというようなことが起きてくると思いますね、まあ、そこが決まれば勝利に近づきますし、そのバランス崩したことが相手 の、 そのスペースになればやられる、まあ、そういう流れだと思います。ここから先はもう本当に隙とかミスを突き合うようなメンタル面の強さが問われる時間帯ですね。スーッと浦和は引いて、ご覧のように5バック気味になります。最後立てを狙いましたが、ここは工藤沢には合いませんでした。パスミスを狙っていた。さあ工藤シュート、強烈。まあ、こうやって柏は一方のこのシュートで終わるという、シュートの形を作るというところがまあ非常に整理されていると思うんですよね。浦和は運ぶんですけどシュートまでいかないというところなんですよね。ここも読んでいた那須です。おー、マイボールにした。ポポ、悔しがりますが前線で躍動します。ポポ、まあ、相当コンディション的には厳しい時間ですけど、ジョルジュワグネルに入ります。さあ左橋本がフリー、平川が寄せる、中に4人入ってきた、打たせませんでした浦和。ここでようやくバラダが入ります。水野に変えてバラダ、これで柏レイソルは3人の交代が終わりました。残り10分余りをこのメンバーで戦います。バラダのポジション真ん中に入って沢が右に出ましたかね。そうですね。そして今工藤のところに声をかけに行きました、はい、永田が今ちょっと足をつってますかね。まあ、これは足がつってる仕草ですね、このジャンプはやっぱりどうしてもセンターバック多くなるんで、はい、立ち上がって今水を飲みます。浦和はあと2人交代できます。ベンチの中にはディフェンダーでいうと浜田瑞希が入っています。まあ、勝ちに行くんであれば何か変化はつけたい時間帯ですけどね。あの選手相当消耗してますね、やはりバラダは今センターサークルの真ん中ハーフウェイの20番、トップ下の位置に入って、沢が右、左が、はいはい、ジョルジュ・ワグネルですね、ですね、受けたのは沢、ジョルジュ・ワグネル、橋本が上がっていく、そこを使う、ダイレクトで上げた、枠に飛んでいきましたがわずかに上。ペトロビッチ監督の口の動きは梅と声をかけました。まあ、そのサブのメンバーがあまり上がっているという感じではないんで、そうですね、はい、攻撃的な選手で言えば田中達也、あるいはトップ下ができる若い矢島、ボランチの小島といったところが控えています。ジョルジュ・ワグネル、坪井が引き出されています。浦和ボールです。さあ残り10分を切ってきました。まあ、柏の方は、まあ、カード3枚も手は打ちましたからね、はいはい、沢に手がかかってポポですがカードは出ません。ナス近藤も上がりましたね、はい、両チームにとって今シーズンを占う大きな大きな残り10分です。これはワグネルからすると、まあ、キックの精度がありますし、はい、
ディフェンスラインの背後へうまく入れてくると面白いフリーキックになると思います。低いボールが入った。さあこのボールが浦和です。ポポ、マルシオリチャルデスが行く、梅崎も行く。ディフェンスに当たって大谷の対応、柏木うまく受けた。ゴールキックです、まあ、これもクロスだと思うんですけど、まあそこの深い位置まで行ってるんですけど、そのシュートにはなってないんですよね。あのボールはゴール前入ってもそのシュートに行けない、まあ、ここがやはり浦和の課題だと思いますけどね。だいぶ永田が疲れてますか、はい、足のつった影響もあると思いますし、かなりこう自分のイメージと体がこう連動しないというような状況だと思いますね。はい、ただ浦和の場合にはこの開幕戦以降、2節以降、坪井、永田、牧野というこの3バックを一度も崩していません。はい、失点の数はね本当にあのポゼッションが高いんで、その守備機会も少ないというのももちろんあるんですけども、はいはい、見事な数字なんですけど。さ、低いボールが入ってきましたが詰めたのはバラダ。松野さん、レッツは矢島が呼ばれました。はい、矢島、ルーキーのユース出身矢島が呼ばれています。まあ、ここから今シーズンの全てをかけて頑張る時間帯だと思いますよ。はい、そして柏木、左一人フリーですがバラダが出させない。いや、出したのは柏木。そのまま柏木上がっていく。宇賀神は中へ、マルシオ。この辺りでワンタッチ使って前行きたいですけどね。ここはワンタッチでつながったがサイドチェンジ。平川、阿部にバラダ、バラダのファール。さあフリーキックのチャンス、浦和レッズ。誰が行きますかね。まあ、阿部も本来この辺りから直接決める力十分あるんですけどね。距離を考えるとポポか、あるいはマルシオリシャルですか。はい、マルシオとポポが行ってますけどね。牧野もいますね。ただ牧野は一旦ボールから離れました。はい、この今2人、阿部もボールから離れた。柏木が今ボールに行きました。ポポだ。さあそして選手が変わります。浦和レッズ、梅崎に代わって矢島が入ります。梅崎は今日同点ゴール、そして、まあ、相手にこうディフェンスで意識させる非常に大きな役割を担ったと思います。はい、やはり自由に動けるトップ下だと外に流れても仕事ができますし、中に絡んでいくということもできますし、非常に彼のなんかいいところがたくさん出たなという印象はありますね。今日はそしてゴールという結果も出したこの梅崎。はい、あそこのゴール前の嗅覚というところも、まあ、彼の素晴らしさだと思います。そしてその梅崎のポジションにルーキーを使ってきましたペトロビッチ監督です。残り5分を切りました。ポポのファールです。ナスはすぐ始める。近藤から沢、藤田、引いて受ける工藤、狙っていた宇賀神、牧野、阿部、永田にプレッシャーに行く。キーパー加藤、坪井。ここが矢島と合いませんでした。大谷から中、しかし奪った柏木、つくバラダ、
ノーファール。逆にジョルジ・ワグネル、矢島のファールにプレーオン。いや、ここで笛を吹きます。始まっています。まあ、どちらも勝ちに行きたいですから、まあ、リスタートも早く始めますし、前の意識あるんですけど、まあ、お互い隙は見せないですね。まあ、こうなるとやはり特別なプレーや、もしくは特別なプレーということが必要になってくると思いますけど、まあ、その一つはセットプレーだと思いますけどね。はい、お互いに素晴らしいキッカーがいます。そのためにはやはりペナルティエリアの近くに仕掛けたいですよね。浦和レッズは3人目、サイドの野田が呼ばれました。まあ、1点でいいわけですから、どちらにとっても。浦和ボール。ちょっと阿部も足来てますね。そうですね、はい、何人かが足を伸ばしたり屈伸をしたり、そういう仕草が見えます。まあ、いっぱいいっぱいのところですけど、サイドの野田を呼びました。あ、浦和ボールです。さあ、レッツ、そしてここで入れます。はい、平川に変えて野田を今入れました。これで3人の交代が終わりました。まあ、流れのいい時間にいいプレーをする、活躍するのはまあスター選手ですけど、はい、まあ、本当に苦しい時、辛い時、本当に頑張らなきゃいけない時に結果を出せるのはスーパースターだと思いますよ。左サイドに回ります。宇賀神が右に回ります。そういうプレーを誰が見せてくれるのか。ポポが受ける。マルシオ・リシャールです。浦和は一つシュートの形まで持ってきたいですよね。牧野、今日気持ちを前面に出してきた牧野、牧野にも疲れは見えます。この阿部も足がつってる感じなんで、ここが合わない。さあ、柏のカウンター、狙っていた柏木、マルシオ、前空いた、矢島が入ってきた。柏木ゴールキック。まあ、素晴らしいシュートの形作りましたけどね。決定的でした。はい、まあ、ワンタッチで合わせられればというところですけど、まあ、この時間にやはりコンディションの問題、はい、疲労もあると思いますし、逆に柏はバラだから工藤の左足、これも枠を捉えない。まあ、1分もかからない間に両チームがシュートを打つわけですから、ロスタイムは3分、はい、いや、勝ちたい気持ちは伝わってきます、両チーム、はい、両チームに決定機がありました、はい、まずこれは浦和、ここでよく柏木出てきたと思いますし、ここの大谷もよく体寄せたんですよ、はい、そういう数センチの攻防ですね。浦和ボール、もう1回ずつぐらい決定機作れる時間は十分あります。にこう寄せられる、はいはい、このメンタリティはもう素晴らしいと思いますね。それだけ両チームにとって今日欲しい勝ち点3です、はいはい、まあ、今シーズンをもう本当かけての残りの時間ですからね。ポポが追う近藤、はい、よく分かってますよ近藤。工藤が落とす、はい、サワ、まだあるバルダ、バルダよく出た。坪井の対応、大谷、サワ、バラダ、さあ藤田が欲しがる中に工藤、うん、大谷も上がってきた、はい、大谷上がってましたけどね。もう一度柏、前に行きたいところですけどね。ここでプレッシャーに行った牧野、ファウルだ。
スラインが待てという感じで、はいはい、上がってきましたね。ロスタイムはもう2分台に入っています。ここは時間をゆっくり使っている、はい、ジョルジ・ワグネルの左足。ライン側上げましたけど、ニアサイド、今度落とす、工藤絡む、シュート、加藤がロングフィード、若い矢島がいる、落とす、ポポが行く、ポポが行く、ゴール、ゴール、来ました、浦和に勝ち越した。一瞬の隙ですよね。一瞬の隙です。浦和に得点が入りました。素晴らしいポポの粘り、崩したようなシーンではないわけですよ。ここのゴールキーパーからのこの競り合い、勝ったところにディフェンスラインとキーパーがちょっと判断を譲り合ったシーンですけどね、ディフェンス十分できるタイミングだったと思います。ここはもうポポの粘り、メンタリティ、こういうものをもう褒めるしかないです。そしてもうロスタイムは3分台、ここで試合終了。ラストプレーで浦和レッズ勝ち点3をもぎ取りました。喜ぶ浦和レッズ、この勝利は大きいですね。浦和前節5対0の大敗からしかし揺るがず、自分たちのスタイルを追い求め、最後のプレーで勝ち点3を取りました。まあ、ペトロヴィッチ監督のところに選手がみんな駆け寄った、スタッフも駆け寄った、この大きなその原口の早い時間での交代、はい、こういうリスクを負って向かっていった、こういうところに対する称賛だと思いますね。はい、若い選手を、まあ、原口を変えるというチームにとっては非常に厳しい決断をしました。しかしその変わったポポが最後の最後に結果を出しました、はい、これはもう韓国監督本当嬉しいと思いますね。そして、このところずっと控えに甘んじていたポポにとっても感極まるゴールです。はい、素晴らしい勝負でした。勝ち点3は浦和レッズです。残り数秒で勝ち点3が動いた、はい、はい、素晴らしい内容だったと思いますね。これで勝ち点首位広島53、2位ベガルタ仙台勝ち点48、3位浦和レッズ勝ち点48、得失点の差でまだ仙台が2位という状況ではありますが、浦和レッズが2位、仙台と勝ち点を同じにしました。そしてサポーターから We are レッズの大合唱。まあ、ペトロビッチ監督が、はい、まあ、早い時間での原口の交代というのはもう相当の覚悟して交代したと思うんですよね、まあ、そのポポが入れた、はい、これはムードとしてはぐっと上がってきますね、はい、楽しみです。この後浦和レッズはまだこの後、まあ、次節は札幌戦、そしてその次アウェーの仙台戦があります。さらに32節ラスト3試合のところではホームで広島戦があります。まだまだ自力で勝ち点を詰める、はい、そうなんです。この勝ち点差によって可能性を引き寄せた、まあ、本当にこう努力の先に運が転がってくる、まあ、この努力を続けていくしかないです。はい、